これどういうことでしょう？鏡の前と鏡の中の形を見比べると、前と奥とで形が全然違います。なんで？どういうことなんでしょう？これ横から見るとこんな形をしていて、結構波形にカットされてますね。こういうふうに見る角度によって形を変える立体を変身立体と呼ぶそうです。ということで、今回はこちらの本を紹介したいと思います。明治大学の杉原厚吉教授が監修されたものです。杉原教授は世界錯覚コンテストに4回も優勝した錯覚のエキスパートだそうです。中にはこのペーパークラフト、青と黄色と赤いやつが3枚と、あとこういうプラスチックのオブジェクトが4つ入ってました。じゃあまずはこちらの3枚のペーパークラフトの方を作っていきたいと思います。はい、ということでそれぞれのパーツが完成しました。説明書見ながら作ってはいるんですけど、あまりにも形が不思議なので、これで合ってるのかさえもちょっと不明です。なのでこれを鏡に映してちゃんと合ってるのか実験してみたいと思います。出来上がったペーパークラフトを鏡に映してみたいと思います。角度が良ければ立体の上半分が消えてしまうそうです。どこでしょう？もうちょっとかな？あ、消えました。すごい、上半分がなくなってる。じゃあお次の赤いのはどうでしょうか？こちらも回していくと、あ、消えた。下4分の3が消えましたね。鏡の前と奥で見比べてみてください。そして黄色いのも回していくと、こちらも上半分が消えました。自分でも変身立体を作ってみました。と、私が今回作ったのは、手前側から、自分の目線方向から見ると六角形に見えて、鏡を通して見るとリボンみたいな形になる変身立体です。こういう簡単な形のものなら特に複雑な計算はいりません。今回は、こちらの変身立体紹介してみました。なかなかね、現実にある形をしてないので、ちょっと頭がこんがらがったりして大変でしたが、
でもすごく面白かったです。実際に作るのすごい楽しいので、ぜひ皆さんも作ってみてください。それではチャンネル登録の方もよろしくお願いします。